神木隆之介が春爛漫の明治の世を天真爛漫に駆け抜けた植物学者、牧野万太郎を演じる NHK 連続テレビ小説、爛漫、月曜から土曜前8:00の第85回が28日に放送された。万太郎、神木隆之介、渡辺、要潤、から、今後、我が東京大学、植物学教室への出入りを禁ずる、と衝撃発言する場面が書かれた。視聴者は動揺し、ネット上には、ジェラシーの塊、怖、などの声が上がった。爛漫の記事はこちら、第85回ネタバ。で、ムジナモの開花から4ヶ月から、徳永、田中哲司はドイツへと旅立ち、大久保、今野弘樹は助教授となった。田辺、要潤は、恩人である森有則、橋本聡が文部大臣になったことで、女学校の校長に就任。牧野家では、末子、浜辺南が第二子を授かり、その子が元気に動き回る中、万太郎、神木隆之介は無事なもの研究に没頭。そしてついに、精密に書かれた植物画と論文が完成。それを見た田辺、要潤は、日本植物学雑誌。お手に取った田辺は、万太郎に、君は自分の手柄だけを誇っているんだな、と告げる。すると大久保は、おい、教授の名前は、と万太郎に聞く。田辺への感謝の言葉を述べる万太郎に対し、大久保はさらに、お前が見つけたムジナモが、アルドロバンダベシクローサであると、突き止めたのは教授だがお前は自分が見つけたという報告しか書いていない。いかに貴重なものを見つけても、何であるかわからなければ論文は書けなかったはずだ。当然。教授と教著の形にしなければならなかった、と詰め寄った。大久保は事務局長である自分の落ち度だと、田辺に謝罪する。だが、田辺は、もういい。ミスター牧野、今後、我が東京大学、植物学教室への出入りを禁ずる、と言い放つ場面が書かれた。ついに万太郎と決裂するのか？この展開に視聴者も同様。ネット上には、まだ裏があると思っちゃう、ジェラシーの塊、怖、朝からヒリヒリ、確かに万太郎の資料が足りなかったかも、忖度しない万太郎、そりゃ万さん良くないわ、万さんどうやって研究を続けるんだろうか、などの声が上がった。